まあだからその、まあ、自分自身あの家の中でずっとおった方がいいよ。ゲームしたり屋内におってもいいよね。外が得意な人はイオンとか、イオンもあんまり勧めせんけど、その涼しいとこおった方がいいよね。わざわざさ暑いとこにいる必要ないの、あの倒れちゃうよね。で水分補給は大事だけど、パスが入っているから、闇の公務員があの発がん物質入れたんよ。それはね、あの闇の政府がね、あの水道に、ね、発がん物質入れてってね、命令したのは2021年なんだよね。とにかく何が何でも下減らそうとしてたんだよね。だからあのその発がん物質の水道に入ってたもんだから、で今頃になって出るようになったでしょ。で体の検査するとお前たちがやったんじゃないかってなるわけね。知ってるからね、あの闇の公務員と闇のあのその公務員っていい仕事じゃないんだよね。でそういう河野太郎とかそこへんの化け物が指示した通り、そのあそのあ麻生麻生が麻生の関係が水道のとこ打ったんだよね。水道を民営化したの竹中平蔵とか麻生とかだよね。で娘婿がフランスに嫁いでるんだよね。だからあのとにかく人体全部人体実験になってしまってるよね、はっきり言うと。だからみんなが気づかないからね、ずっと人体実験終わらないじゃんっていうっていうね、誰かが被害になってしまうよね。私もなるかもしれないし、みんなが気づかないからさ、自ら自分で首絞めてる社会だから、この社会はね、うん、結構みんな真実から逃げる癖はあるけど、闇の方から逃げる癖はないんだよね。不思議なんだよね、うん、不思議ならない。まだどこでもドアがたね、ここの地球セットが抜けてね、違うとこ行きたいね。この地球セットダメだなと思う、ね、うん、使い物ならん。まあ配信があったからさ、まあ抜かすとかって、まあ本当に言いたいこともっといっぱいある。本当に山ほどあるんだよ。まあ、あと人が行動した時に、ああ、やっと終わったなとなるし、うん。まあ、人が行動取らない時はまだまだだなと思って、ひたすらやんなきゃいけないよね、これね。うん。誰もね、見ないかもしれんけど、ハイライト残しときは誰か見るかもしれんしね。わかんない。うん。一応、ハイライトで残したいけど、まあ、面白くなければ、ほら、カットできるわけじゃん、自分でね。あ、もうこの話面白くねえや、こいつと思ったら、それでいいしね。あとなってからこの人こいつじゃ本当やったなと思うかもしれないし、違うなと思うかもしれない。それは分かんないね。まあ、あともうちょっとしたらやめようかな一旦ね。ええ、まあ言いたいことも言ったけど、まだ時間だから、まあ後でやろうかな。まあ入れてて残ってれば、うん、いいんじゃないかな。後で回ればいいしな。1回回ればもういいよ、それな。10回、20回求めていくのは難しい。みんな気づいたらいいな。みんなが気づかないではさ、ずっと言い続けなきゃいけないもんね。本当幼稚園の話をしてるんだけど、難しい話じゃないんだけどな。うん。本当は最初の時点でこう気づいていればさ、明治の頃から気づいていればもっと平和だったなと思うんだけど、ずっと気づかないままだ、あの日々同じことやってるからね、こんな感じになるわけなんだけど。